案内を申し上げます。列車はただいま通過いたしました西浦和駅より大宮支線に入りました。この先12時20分頃通過をいたします大宮操車場から東北貨物線に入り、終点大宮駅には12時24分、終点大宮駅には12時24分の到着です。あと9分ほどのご乗車で大宮駅に到着をいたします。終点大宮駅には11番線の到着、お出口は左側です。大宮駅では皆様が列車からお降りになりますと、車庫にこの列車は車庫に向けて回送電車として発車をいたします。お忘れ物、落とし物をなさいませんようご支度をしてお待ちください。繰り返しのご案内となりますが、大宮駅到着後のご案内を申し上げます。この先皆様の最終目的地でございます鉄道博物館は、大宮駅より埼玉新都市コースの Q シャトルをご利用いただきます。まず大宮駅では JR の改札口を出ていただく際に、お手持ちの定期券サイズの切符を係員の輸送路へご提示をお願いいたします。大宮駅では JR の改札口を出ていただきます際に、お手持ちの定期券サイズの切符を係員のいる通路へご提示ください。 JR の改札口を出ていただきました後、西口側にお進みください。 JR の改札口を出ていただきました後は西口側にお進みください。埼玉新都市交通 U シャトルの乗り場がございます。 U シャトルの乗り場につきましては、お手持ちのバウチャー券、大宮駅から鉄道博物館駅と書かれましたバウチャー券で入社取るをご利用いただきます。バウチャー券は自動改札機が通れませんので、お手数ではございますが係員のいる通路をご利用ください。入社取るにご乗車いただきまして、次の駅が鉄道博物館駅となります。鉄道博物館に到着されましたら、インフォメーションカウンターにてバウチャー券と入館用の IC カードをお使いください。なお、ともさせていただきました係員は大宮駅までのご案内となります。大宮駅から鉄道博物館、また鉄道博物館から大宮駅へはお客様各自でのご移動をお願いをいたします。本日は JR 東日本ミューのぐるり貨物線大宮号で行く鉄道博物館への旅にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。